皆さんこんにちは、アリスです。ゲストはアオアに決まりました。この後登場してもらいます。何やらイメチェンをしたとかなんとか、新幹線の車両を何で統一するかのアンケートでは、700系、N700系、923型が半分を占めました。日本の大動脈、東海道新幹線を走る編成ってことになりますね。新幹線の駅の必要性と規模については、2面4線の島式が多かったので、駅を新設することにします。ただ駅舎がないんですよね、2面4線島式の場合。それでは青に登場してもらいましょう。どうぞ。やあやあ皆さんこんにちは、青です。それで今回は何をするのかな。まずは新幹線の車両4編成を車両基地に配備するところから始まります。葛切駅の発展として道路の拡充と建物や小物の設置を行った後、新幹線の新しい駅を敷設、架線張りも行いまして、最後は送電鉄塔を設置、送電線も張って今回の作業は終了です。送電鉄塔、高圧鉄塔はこのシリーズが始まって初めての活用になるから楽しみだな。それじゃあ早速始めましょう。レイアウトを起動。3つの路線が見えますね。車両基地にて新幹線4編成を配置、両数は4両に減らして配置します。そういえば一番最初の説明で解説していたね、新幹線は4両いないって。4両4編成を配備することができましたら、次の作業です。新幹線は後にし、続いて向かうのは葛切駅の左側。道路に T 字路を設け、さらに駅前にも T 字路を用意、上下方向に延伸します。シンプルなやり方だね。延伸を止めるところには歩道をうまく使って調整します。そして信号機を設置していきます。駅の北側にはマンションやビル、南側には湾岸倉庫をはじめとする工場などを設置。上下で雰囲気が真逆の存在というか、その他離れたところにガソリンスタンドとコンビニエンスストア、道路と線路の間には樹木、駅構内にも鳥居などを設置。なんで鳥居？じゃあ次の作業工程に入ります。新幹線の下側の直線部分から分岐させて、島式ホームを有する2面4線の駅の敷地を確保します。その後カーブを緩やかにしておきます。橋脚もそれに続いて設置していきます。ある程度の速度で進入しても問題なさそうだね。高架橋を設置、レールの高さも調整します。そしてホームを設置、新幹線4両編成が停車できるようにします。当初の予定だったらもっと長かったんだろうね。そうだね、6両行きそうだったね。余ったスペースには、漏れなく側線を用意。どうしてそうなった？ホームにもアクセサリーを付け足してデコレーション。続いて新幹線区間の架線柱設置と架線張り。本線にはやはり新幹線用の架線柱を使用します。一通り設置しましたら、車両基地となる地上部にも架線柱を設置。こちらは本線とは違い、架線の種類を変えていきます。と入ってもややこしいですし、回送線としておきましょうか。本線と回送線、なるほどね。架線柱を設置できたら架線張りを行います。地道な作業ですが、これは根気のいる作業です。ある意味時間泥棒だもんね。とにかく架線張りを進めていきましたら、高圧鉄塔を設置していきます。距離を離して設置していきます。合計8箇所に設置します。架線の種類を変更して送電線を張ります。電線にも使用したんだね。あとは繋げていけば、今回の作業は完了です。よし、ビュアーで早速見てみようじゃないの。ビュアーの世界へようこそ。この並び、たまらないね。葛切駅へ向かう道路、ガソリンスタンドがお出迎え。駅に行く前に給油。葛切駅の北側はビルが立ち並びます。鉄道施設もいろいろ見えるね。南側はこんな感じ。このゲートが目印ポイントです。お酒屋さんかな？え、樹木の存在感もなかなかのものです。葛切駅の構内にもいろいろ付け足しました。ホームに鳥居ってやっぱり違和感か。さあ新幹線の駅を見てみましょう。やはり架線柱や架線があるだけで見栄えが格段に上がりますね。確かに2面4線の駅で、奥には車止めも見えるね。しかもその側線はあの新幹線4両編成を収めることもできます。なんでそんな真面目な表情で説明しているんだよ。送電線もインパクト抜群。続いて全面展望とコメント返信。とりあえず駅まで向かいますかね。今回選んだのは700系です。やっぱ車両基地はシングルカテナリーなんだね。回送線に入ると変更になるけどね。路線1と路線2がすごく近いね。踏切も目の前じゃん。その路線2を左に見つつ、上り勾配を進んでいきます。路線3と交差するところで本線と合流します。おお、N700 系との一瞬の並走。すぐ抜かされたけどこんな経験はなかなかお目にかかれないだろうな。おお、本線だとありがちな話じゃない？さあ駅が見えてきました。一度停車して進行方向を切り替えます。停止位置目標は特にないので、適当にこの辺りだろうと思うところに停車させます。それじゃあコメント返信始めますよ。前回の続きですね。はい。蒸気機関車の貨物輸送はロマンが詰まっていますよね。そんな駅知らないんだけど、もしかしてあれ？
交差しているって点だけで見れば確かに新横浜駅ですかね。特難にもっと遭遇したいってことかな。駅から見える海なんて絶景でしょう。通過列車が来た時の違和感か。レールの種類が地下鉄だからだよ。そんな私を好きになったからといってお嫁にはいかないからね。何を言っているんだ。あの時の開き直りっぷりがすごかった。そうですね。今は電気機関車やディーゼル機関車、その他トラックの輸送がメインですよね。買ってないというか買わない。探せばいろいろ出てきますよね。コメント数が足りなかったためリメイクはできませんでした。ご視聴ありがとうございます。私たちの場合駅周辺にだけ絞る形で情景を作っております。そんな想像をするのも楽しみの一つですよね。 NX は環境上できませんが体験してみたいです。確かに登録者は1万人超えているのに視聴回数は100前後だもんね。ゴミだと言われるのも納得だよ。 D51 は498号機です。確かに似合っているよね。残念ながらリメイクなしです。コメントの件は気にする必要はないです。今回のコメントは以上となります。たくさんのコメントありがとうございました。在来線の車両も見れて東海道新幹線風味に感じるよ。短い両数だと本当に鉄道模型のように見えてくるね。鉄道模型シミュレーターだもんね。お、E233系。225系だね。それにしても、レイアウトの境界がギリギリに迫ってきているね。これサイズの変更を新たにすることは検討しているの？今のところは検討していないわ。サイズを広げようとすると海も延長しないといけないからね。きっと今のサイズで決定するかもしれないわ。そうか、もうレイアウトを大きくすることはできないとなると、路線はもう増やせないのかな？確かにきついかもしれないわね。さて、そろそろ停車体制としますかね。分岐させて別の番線に入線します。で、停車直後に通過列車が来るってことはないの？ないわよ。電車運転指令じゃないんだから。あ、それ知ってたんだ。ご乗車お疲れ様でした。今回の動画はこれにて終了です。最後までご視聴してくださりありがとうございました。新幹線が開通して、狭いけど賑わいを見せるレイアウトに発展してきたね。そろそろ終わりも見えてきたかな？では、次回や他の動画でもゆっくりしていってくださいね。それではまたー。